同皇帝は、真意の、第八代皇帝。意味名は、はじめ面礼、即位後に、明安氏と改めた。平号は戦争。財政時の言語の同皇をとって、同皇帝と呼ばれる。武勇に優れており、巫女時代、天理教徒の反乱時に、資金城に踏み込んだ、反乱軍を自ら討伐している。佳境年間よりイギリスからのアヘン密輸が激増し、国内で、 中毒患者が増加した。皇族の中にもアヘンが蔓延し、健康面でも風紀面でもその害は甚だしかった。またアヘンの輸入増加により、それまで真の大幅な黒字だった大英貿易が赤字に転落し、国内の銀が国外へ流出することで国内の銀相場は高騰した。当時の真では日本の参加制度と同様に銀貨と銅線が混用されていたため、 物価体系に混乱をきたした。例えば、徴税は主に銀で行われ、戦火で見ると、実質的な増税となった。同行18年、同行帝は、林即助を金佐大臣に任命し、アヘン密輸取締りを命じた。翌年、林即助は、断固たる態度で金融に臨み、商人たちのアヘンを没収し、これを焼き払った。同行22年、イギリスは、 アヘン焼却の賠償を求めるもこれは申告より拒否されイギリスは艦隊を出して清を攻撃した。アヘン戦争に大敗し屈辱的な南京条約を結ばされた。条約は香港島の割譲、5つの港の開港を求めるなどの内容であった。その後同様にフランスと候補条約、アメリカと防火条約を結ぶことになった。それ以降の清は 外に帝国主義の植民地活動を、うちに軍閥による権力奪取を警戒せざるを得なくなった。同校30年に同校帝は崩御。在位は30年に及び法三六十八。その直後に太平天国の乱が勃発する。両母は清清聖にある。ありがとうございます。